え、どこ半身おらんくね？あ、おったおったおった。ね、それ私が、私が。はぁ、あ、ごめん、殴った。皆さん、こんばんは。ただいまのアイナトーン時刻は、2020年4月15日、水曜日の午後8時15分です。では、本日のお知らせです。今日、アイナトーンにシャンティーさんという方が新しく引っ越してこられました。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。ギャルやギャル。では、本日も楽しい一日になりますように。これで今、住人は何人おるんかな？あ。まだ木に果物がなってないやん。早よならんかな。もしもし、こちら、たぬき商店のつぶくちです。買い取りボックスに入れてくださったお品物の代金、26,284 ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。ってことで、今、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、あと一人やん、住人。なるほど。さあ、これで？あ、琴乃さんから、先日はありがとうございました。お礼に仕立て屋クーポンを2枚お送りしますね。仕立て屋で3000ベル以内のアイテムと交換できますよ。よかったら使ってください。琴乃より。嬉しい。そして、たぬきショッピング。そっか、大好きが。で、あ、なるほどなるほど。1000マイル。よきだね。人んちの庭になんかダッシュで入ってきた。あ、びっくりした。花を踏み荒らしよんかと思った。めっちゃ水やりしてくれる。ありがとう。よし、大好きが。え、これがクーポン？おー、いいね、いいね。え、これは ?2 枚で3000円？それとも1枚で3000円？ちょっとよくわからんけど。あ、そう、お花見の提灯をちょっと温泉のところに置きたいなって思いよったよね。え、どの辺に置こっか。この辺りでいいかな。とりあえず、お花見の提灯。ちょっと待って。しまわせて。こんな感じ？え、いい感じじゃない？よきよき。よきよき。あ、メッセージボトル。イェーイ、今回は、何のレシピでしょう。どこかの誰かへ、思いつくままに手を動かしてたら、我ながら上出来の家具が出来上がっちまったぜ。そのレシピをこの瓶に入れておいたぜ。見て。うん、じゃなかった。見て腰を抜かすんじゃねえぞ。他の奴には内緒だぞ。褒められると伸びる大使より。大使、誰？盆栽棚。棚？盆栽も込みってことかな。盆栽棚のレシピを覚えた。どんな感じかちょっと。あ、そっか、レシピやった。レシピやったわ。見れんかった。じゃあ、シャンティの家にでも行きましょうか。どんな感じの家かな。あ、でもまだあれか。家具が置かれてないんか。とりあえず今日は挨拶だけしておく感じかな。オッケーオッケー。みんな私に話すこととかは何もないの？なんかいつもあそこさ、あそこの水飲み場、水出しっぱなしなんやけど、誰？びっくりした。何がおるんかと思って、ね、なんか手元光ってない？え？何あれ？懐中電灯かなんか持っとる？めっちゃなんか手元光りよったよね、今。ねえ、君？わからん。よう、元気そうだな、でごわす。話しに来たよ。え、まだまだ今日楽しまれてな、でごわす。お、自分家の庭の花を。あれ？あ、ほら、懐中電灯持っとった。なに、何探してんの？珍しい虫とかそういう感じ？そういう感じですか？あ、かわいいかも、家。こんな感じ。壁とか今回変えれんのやね、なんか、自分ちの。どうもー。お、なんか、え、なに、豪華。豪華やけど、ちょっとなんかいかついね。あ、そっか、チャイナ服着とるけん、中華風なんやね、家が。まあ、皆さん。ふふ、見ての通りよ。早速引っ越してきたの。素敵な島ね。私一目で気に入っちゃった。誘ってくれたあなたに感謝しなくっちゃ。片付けは今日中に終わらせちゃうから、明日からはいっぱい遊びましょうね。だってば。また明日からよろしくね。どんな感じになるんやろ。てか、この辺の荷物の数とかって、あれかな。家具出した後、これに応じた数になるんかな。そういうわけじゃないんか。よしよし。
桜島の家の中も、昨日見えんかったけんさ、まだ荷物だらけやったけん。見たいんやけど、なんか人んちの庭で捜索しよるけん。見れないな。まだ家の中多分見たことない人、いっぱいおるよね。マミーさんの家結構見たけど、お、なんだい？どうだい？島の評判集めの方は順調かい？まあ一応順調かな。今星に行ったけんね。そうそう。今ちょうどいいものを持ってるから、あんたに託すことにするよ。なになに？これは？その灯籠を試しにどっかに飾ってみないかい？世界にどっかにいるかもしれない灯籠マニアが注目してくれるかもしれないよ。灯籠マニアとは。あ、でも温泉のとこにいいんじゃない？あー、でもな、あれなんよね。桜の提灯置いたけんさ、ちょっと、かぶるかな。いや、でも、でもいいか。どの辺に置けばいい？こっち側とかに置いとこっか。灯籠。こんな感じ。どうよどうよ。まあ、いいんじゃなかろうか。いいんじゃなかろうか。あの辺は風な感じにしていってね。ご利用になりたいサービスをお選びください。ってこと、今日のたぬきショッピングは？アウトドアテーブル。私にはなんか卓球用のテーブルみたいに見えるんやけど。ウォータービュー。あ、これ公園に良くない？ウォータービュー。これ欲しい。オーダーする。これレインハットなんや。なんか普通に小学生が登校するときに被るやつみたいな感じに見えるんやけど。ケケサンビか。綺麗な感じはするな。でもとりあえずは、今可愛い系集めやるけんね。ご利用になりたいサービスをお選びください。たぬきマイル交換。で、ポケット詰め込みウルトラテク。これがまたさらに、ポケットがでかくなるってことか。なるほど、なるほど。他はね、レンガの井戸。ストーンアーチ。サイロ。仮設トイレ。仮設トイレをビーチに置きたいよね。ということで、じゃ、これを、これ二つ欲しいんやけどな。二つ交換しよっか。よしよし。交換します。ということで仮設トイレを二つ。大抵ああいうの二つ並んどるやん。並んどるやん。いや、あとはもう大丈夫。ご利用ありがとうございました。いい感じに進んでいきよるね。じゃあ、仕立て屋クーポン使いますか。1枚で3000かな。お、店の中に住人がおるの初めて見た。いらっしゃい、手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。いや、なんか、ね、あつ森ではそういうのないんかなって思ったけど、やっぱあるんやね。この服、どこかの島の誰かくんが作ったんだって。こんなの作れるなんて、すごいねえです。かわいいな、アンチョビ。手も手が狂うといけませんし、ごめんなさい。あさみさんってさ、飛び盛りの時も、色あんなんやったっけ？こんななんか赤と青で分かれとった。試着室を使いたいのね。どうぞ。あら、お客さん、仕立て屋クーポン持ってはるんですね。3000ベル以内に商品なら、1枚につき1点、無料で引き換えられますよ。ぜひ使ってくださいね。え、あれなんや、3000ベル分、こういろいろ買えるわけじゃなくって、1枚につき1点なんやね。ひぇ。もったいなくないだって絶対お釣り返ってこん感じやん。じゃあ3000ベル、ギリギリまでちょっと、ギリギリ高いやつとか買いたいよね。あ、でもこの辺のとか、めっちゃ欲しいなと思いよったんやね。ああ、かわいい。ああ、かわいい。なんかね、部屋着極めたい。あ、この辺めっちゃ可愛くない？キュートなスニーカー。超絶可愛いやん。でももったいないよ。でももったいないとか言ったらね。あ、ケイトさんのキャップ、売り売る。売り売りやん。私が今被ってるのこれやろ？ 2400 ベルもするんやね。結構高いんや。へぇ。カッパスーツ。カッペイさんは一体どこに行ったのかしら。ブルドッグジャージ可愛くない？白がいいかな。かわいい。え、めっちゃかわいい。いいやん。あ、これクーポン。
あ、なるほどね。クーポン適用されとんや。ゼロベルになっとると思ったら。プリンスな服。なんかちょっとゼルダっぽい感じの。ね。リンクとかああいう服着てそうじゃない？これめっちゃ可愛いんやけど、でも近くのコンビニまでぐらいしか行けんよね、あの学校。あれか、豆粒商店ぐらいなら行けるんかな。こんな感じ。今日の商品は。でも今日のこの中で買うんやったら、ブルドッグジャージかなって感じはするね。あ、赤もなんかパリッとしとっていい感じ。けど、ブルドッグジャージ、と、え、何？スニーカーとかにしよっかな。スニーカーどこ行った？この辺か。キュートなスニーカー。あ、よき。あ、よきよき、かわいい。どれがいい？ブルーがいいかな。ブルーか、このちょっとパープルっぽい感じか。水色もかわいいけど、全部かわいいな。ブルー、これかな？パープルかな？じゃ、これにする、私。はい、オッケー。めっちゃスポーティー。このまんま行くよ。あ、ブルドッグジャージって後ろにブルドッグの絵が描いてあるんや。とってもお似合いやわ。おおきに。もともと身につけてたものはお家の収納に送っておくわね。あれやない。なんか地元のヤンキー感すごくない？かわいい、かわいいんやけど。おおきに、またどうぞ。いいね、いいね。だってあれよ、深夜とかコンビニで働きよったらこういう感じの人来るもんね。来るもんね。あ、通りづらい。なんかあれよね、イベントの時とかにお知らせがこんけんさ、なんか今回あんまり掲示板を使うことが、お、半妙じゃねそれ。じゃあ私が欲しい半妙。ちょい待って。どこ半妙おらんくね？あ、おったおったおった。ね、それ私が、はぁ、ごめん、殴った。殴った。へい、私が代わりにゲットしたぜ。ごめんね。ふぅ。でもここはゲットしておかねば、やっぱり。さあ、それじゃあ。ん？ハンナちゃんが歌ってるの？やね。やね。で、ちょっとあと一人分の土地確保しとこっか。どのあたり？で、マッコってことは、もう一軒。ちょっとこの案内所邪魔ないよね。案内所邪魔ないよね。でもまあ、この辺かなって感じよね。もうちょい、この辺？この辺に一軒建てます？ハウジングキット。新しいお家の建設予定地、ここにしようかな。想像してみる。どう？こんな感じなんやけど。ここに決めちゃおうかな。もうちょっとなんかね、あっち側とか行けたら、横に並べれたらいいけど、ちょいと待ってね。若干、この辺は難しいか。微妙やね。これやったらもうちょっと離した方がいいや。ま、この辺りかな、やっぱり。じゃあ、ここで。でもちょっとなんかなこの案内所のすぐ裏っていうのがね、なんかあっこにくるぶし一軒だけっていうのもあれなんやけど、もうちょっ、びっくりした！見えてなかった！あ、せっかくのお金が、せっかくのお金が。え、桜島どんだけいるの人の、何？なんか落とし物ですか？うちの家の庭に何か落とし物ですかね。この辺りか？違う、もうちょい後ろ、もうちょい後ろ。この辺り？感覚がいまいち。いや、これは違うね。もうちょい手前か？この辺りかな？これでどうすか？え、違う。なんかこの微妙な感じが。これぐらい？なんかいつもこのバランスがよくわからない。もうちょい手前。この辺か。このあたりか。
てか、この状態でさ、動かせるようにしてほしいんやけど。じゃあ、え？もうちょい手前じゃない？この辺っすかね。変わってないよね。変わってないよね。この辺りか？なんかこれはこれでめっちゃ変わるんよね。どういう状態？やっぱここなんかな？じゃあこれで。想像してみる。あ、これで、まあ、隣なんか。オッケー。イェーイ。王朝を建てる場所を決めた。新しい出会いの予感。さあ、これでまた、誰かがやってきてくれるのだろうか。出発。あ、竹の島や。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。あ、でもさ、なんか最近ちょっと、竹が必要なレシピを結構ゲットしてきとるけん。なんか最近ね、竹系の、なんていうん竹系のレシピが多いんやけど、それはなんかそういう季節か何かなの？それは関係ないんかな、別に。意見ちょっとこの辺ね、ゲットしていかねば。いっぱい持って帰るよ、竹。竹のびっくり箱もなんか、あの温泉の近くに作りたいなって思いよんやけど。なんか良くない？ゴリラやゴリ、うわ、いかつー。いかつー。なんかこんな感じのキャラクターおらんかった？気のせいかな。どうも、マッスル。お、ひょっとしてお前もこの島に武者修行しに来たのか？いや、そういうわけでは。おいらマッスル。お前は、アイナ島のアイナっていうのか。ライバルが増えて嬉しいぞ。お互い目いっぱい材料を集めながら筋肉を鍛えまくろうな、コング。語尾はコング。そのまんまだな。こんなキャラおったようなっていうか、なんかあれやね。ドンキーみたいな感じだよね。ドンキーコングのような。とりあえず、これで帰りましょう。ゴリラを島に招待するつもりはとりあえずないので。え、いつまでおるん？めっちゃずっとおるやん。え、何しようんあれって。ん？飲み飛んでない君。は。なんか虫眼鏡持っとる。お花の観察ですか？飲みだ、あーかゆ。ね、花の観察しよったんかな。ん？飲み取ってくれたのか？すまねえすまねえ。ありがとうようでごわす。すごいね、なんかいろんな動きが増えとるよね。あ、あんなとこにも人面カメムシ。あ、待って、何？飲み？飲み取りのやつが増えたの？あ、あった。飲みを捕まえよう。お、これで2段階目。肩書き、意識の高い綺麗好き、軽くマイル500マイルゲット。3段階までやね、これは。ちょ、そこの人面カメムシや。人面カメムシを捕まえた。人の顔にしか見えない。よし、これで。あ、ちなみにこっちに、こっちの配置もまたね、いろいろ変えた。ここに、監視台置いて、こっちに砂の山、砂の山、砂の城、で、そこに、屋台を2つ並べた。あ、そして高額で売れるヤドカリもね、きっちりと捕まえていく。でもなんかすごい寂しい感じするよね。横にガスボンベみたいなの置いたりとかさ、樽を置いたりとか、で、なんか前に食べる場所みたいなのも欲しいよね。そういうのいろいろと用意して配置していこう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あれかな？まだまだ私が見てない。
住人たちの動きとかもね、いろいろあったりとかするんかな。めっちゃ気になる。何パターンあるんか。